ホアキン・アルムニアーマンは、スペイン・ビルバオ出身の政治家。欧州委員会で、経済、金融担当委員と副委員長兼、競争担当委員を務めた。ビルバオに生まれ、現在は結婚しに死を設けている。ビルバオのデウスト大学で法学と経済学の学位を取得した後、パリの高等研究実習院と、ハーバード大学のケネディスクールで学んだ。 1991年から1994年まで、マドリードのアルカラ大学に雇用、社会保障法の常勤講師として勤務した。1972年から1975年まで、ベルギーのブリュッセルにある、スペイン商工会議所事務局にエコノミストとして在籍した。1976年から1979年には、スペイン社会労働統計の労働組合である。 労働総同盟のチーフエコノミストであった。1979年から2004年にかけて、マドリード選出の国会議員を務め、雇用、社会保障省や行政省、トースポークスマンを歴任した。1996年の総選挙で、フェリーペ・ゴンサーレス書記長率いる、社会労働党が敗北すると、次期書記長に就任し、2000年まで在任した。2000年には、 首相の候補者になったが、現職のホセマリア・アスナールに敗れた。2000年の総選挙で、社会労働党はスペインが民主主義体制に移行してから、最も苦戦し、アルムニアは、初期長を辞任した。1991年から94年まで、フンダション・アルヘンタリーアの、平等と所得の再分配という研究プログラムの指導にあたり、2002年には、進歩的。 シンクタンク、ラボラトリオでアルテルナティバスを立ち上げて理事に就任した。2004年4月26日、スペインのサッパテイロ内閣発足に伴って辞任した、ペドロ・ソルベスの公認として、当時のプローディ委員会に入り、同年11月のバローゾ委員会発足に際して、再任された。ありがとうございます。